よろしくお願いします。10年前のあの出来事がすごく遠い昔のように感じますし、鮮明にも感じますし、まあ、ちょっと率直には一仕事ようやく私も終えられたかなとちょっと思ってますね。まあ、被災3県のうち宮城と岩手は、まあ、早々に大きな慰霊祭これをやると発表になったんですね。でただこの地元の福島県もうネット上では誹謗中傷なりすごいこう、まあ、ネガティブな意見がありまして、で我々としてはもう1年後は、まあ、住んでいる肌感覚として 2,3 ヶ月経った時には、まあ、大丈夫だと、まずはそんなに大きな放射線の被害はないと、もちろん、まあ、現場では大変でしょうけど、この大きな福島県の大体の土地ちょっと離れた場所ではそんなには問題ないだろうという思いでいたんですけど、もうネット上もう報道もうネガティブな問題ばっかの話が出てきて、でこのままではまずいということで1年後には福島県として大きなイベント慰霊祭こういったものをやってもらえるものだと行政の方にですね思っていたんですが、どうもその頃にちょっともしかしたらできないんじゃないかと、あまりにもその放射線の問題というものが難しいということで、でもやらないかもしれないという話が聞こえてきまして、いやそれではもう被災3県のうち2県がしっかりやって福島県やらないとなると、それ見たことかと、福島県はいもう終わりだと思われてしまうっていう、こういった本当に、まあ、危機感がありまして、で地元の有志で、まあ、行政ができないんならじゃあ動ける我々がやろうという思いで、集まったのがきっかけでした。その人間ってやっぱりお腹いっぱいになっても結局希望がないとダメなんだなと、でその希望とか与えられるその芸能人の方で著名人の方が本当すごいなっていうのがこう実感しまして、その時にちょっとこの福岡祭つながるんですけど、後にこれを作る時に実はやっぱり慰霊祭っていうものもちろんメインなんですけども、絶対に希望の第2部を作りたいと、っていうのはもう著名人の方々やっぱり福島県を応援するよっていうものって、そのあの時見た被災者の方々が、あ著名人の方が来てくれた、あ福島大丈夫だっていうその感じがやっぱり強烈にちょっと印象ありまして、で反対もすごくあったんですよ。やっぱり3月11日1年後にそういった、ね、著名人の方を呼んで、例えば音楽って分かりやすいんで、やっぱり希望のために音楽やりたいということで、あの日にチャラチャラ音楽何事だとめちゃくちゃ怒られたんですよ。それでも私実際見てるんで絶対にこれはやりたいということで、復興っていうものが時間が経てば経つほどやっぱり薄れていくんですよね気持ちが。その中でどうしてもこういったイベントというと、その協賛企業の方々が応援企業の方々がないとできないもんですから、4年目になるときにもう無理じゃないかっていう話がありまして、やめようってなったんですね。解散まで行ったんですけども、その時に私やっぱりその子どもたちの人権というのはまだまだ回復してないとあったもんですから、続けたいという思いでもうじゃあ私自分で回って応援企業を探すので続けさせてほしいと。で今まで、まあ、主体で動いていた団体の方々はもうマンパワーだけ当日貸してほしいということで、まあ、責任持つんでやらせてくれと、もうそうなったもんですから私も探さないといけないですし、本当にその時に回っていろんな方々にお願いして、でご縁をいただいて、その中で実はたまたまその地元企業のパチンコ業界の二楽さんの社長様ですね、ちょっとご縁がありましてお話をさせていただいて、で本当にまあありがたい、もうすごい親身に聞いていただいて、もう1年目本当にまあギリギリのタイミングだったんですが、まあ間に合わせていただいて、応援企業の方々っていうのは本当に何て言うんですかね、こう数あるこう企業の中でもこういったことにやっぱりこう目を向けていらっしゃるその代表の方々、業界の方々っていうのは何て言うんですかね、やっぱ社会的存在意義っていうかしっかり考えていらっしゃって、パチンコ業界の方々やっぱ意識高いなというのをすごく感じまして、復旧復興っていうものはだんだんともう終わりにかかってきて、やはり本当はもう周知徹底になるのかなと思うんですが、問題ないんだよっていうことは、もちろん原発の廃炉っていうものは永遠残りますけど、やらなきゃいけないことは他にもあって、ちゃんとした情報をみんなが共有する、だけどそれって勝手にはやってくれないんで、興味を持たせるまあ運動っていうか、そういったことしなきゃいけないのかなって思ってますね。もちろん
元に戻したいっていう思いもありますけど、戻らない部分もあって、じゃあどうするんだっていうところがあると思うんですね。ですから、もちろん帰ってきてほしい部分もある。でもそれっていうのは 100% 戻すから帰ってきてほしいではなくて、代替案とか実際にどうやったらできるかとか、そういった部分も考えて、まずは福島県が魅力のある土地にならないと、帰りたくても帰れないし、もしくはもしかしたらその方がもう他の土地で生活基盤ができてるかもしれないじゃないですか。そっちが気に入ってしまってるかもしれないですし、逆に言ったら福島県民じゃない人が福島県面白い、いいね、すごくいいとこだねっていうことで来てもらえるかもしれない。こっちにも半分力入れなきゃいけないのかなと思うんですね。ある時うちの娘がボソッと幼稚園だったんですね、当時で、パパは私何歳まで生きるのって言うんですよ。もう血の気が引いて、もう怒りと本当にそういった思いが込み上げてきて、なんで子供たちがこんな思いしなきゃいけないんだと。誤った情報がこう流れてるっていうことと、理不尽に子供たちが嫌な目に遭ってるって言いますか。で当時ね、運動会もできない、遠足も行けない、もう貴重な我々の1年、大人の1年と子供たちのあの貴重な1年間って全く違うじゃないですか。でその子供たちが本当にあんな思いをして、でしかも言われのない誹謗中傷を受けて、で、科学的に何の根拠もない被爆してる云々の話もあって、でこれがやっぱりもうただ傍観者でいたら絶対に何も変わらないなと思ってですね、でそれでこの活動もずっと続けてきたんですけども、で本当にこの夢のステージに変わったっていうのは、もういろんな辛い思いした人たち、子どもたちも大きなステージで、テレビで見てるそういった芸能人の方々、著名人の方々と一緒のステージで踊ったり歌ったり、その体験をすることによって、やっぱ福島県っていうものがもうすごくこうすごいいい体験に変わってくれて、今では本当に多くの子どもたち、地元の子どもたちが3月11日すごい楽しみにしてくれて、みんなが躍動しているところが大人たちも感動して涙流すぐらいのいいイベントにできたのかなと思うんですが、やはり今回のこのコロナもそうですけど、子どもたちが本当にかわいそうだなってのがありまして、でこの復興祭10年続けてきて、私は最大良かったなと思うのは、やっぱり子どもたちに多くの笑顔が生まれたっていうことが一番こう自分でもやってきてよかったなと思うことで、本当に急遽持ち上がった話なんですが、規模は本当に100分の1ぐらいに小さくして、この会場だったんですけど、こちらで関係者のみが集まって、この10年の証を残そうということで、この記念碑が生まれて、で今思うと本当にできてよかったなと。これってやっぱり残りますので、全く震災をわからない未来の子どもたちが、こちら見てこれ何だろうと見た時に、何十年前にすごいこう大変なことがあって、その時大人たちが一生懸命この土地守るために活動したんだよっていうことが、語り継いでもらえるなっていうことで、本当にできてよかったなっていうふうに思ってますね。形を変えた形で、今度はプラット福島っていうちょっと発信していく形をちょっと変えるんですが、復興っていうことが一区切りして、今度は魅力のある福島県を伝えていこうというような形になるんですが、まずちょっと第一弾としては、ちょっとブランド米作ろうという話がありまして、でちょっと本当に著名な方々と一緒に、またもう来月田植えやりますので、こちらもですね、期待していただきたいなと思います。大変な思いをしてきたこの福島県なんですが、その経験を生かして、またこの大変な時期をですね、乗り越えていきたいと思っています。すごく素晴らしい土地で、美味しいもの、綺麗な場所いっぱいあります。アフターコロナ、ぜひですね、福島県にも遊びに来ていただいて、美味しい食べ物、お酒、この福島県の魅力をですね、ぜひ味わっていただきたいなと思います。もちろん災害は日本中起きると思いますので、お互いにですね、何かあった場合には手を取り合って、みんなで頑張って乗り越えていきたいと思いますので、みんなでまたよろしくお願いいたします。